え今日私がする話何かっていうと、えっと、今の話から始まるんですが未来に続く話をしますそれもここにいる皆さんが、えー、関わることができるかもしれないいや関わろうと思ったら関わることができる話をしたいと思います、えー、最初にですねちょっと私のことを話しさせてください、えっとまあ、今日のタイトルはグローバルなベンチャーが描く日本の未来っていうことで、まあ、多分皆さんもいろいろ興味を持ちかもしれませんけども そ、えー、そもそも私はです、ねまあ、94年に、えー、鳥取から出てきて東京の大学に入りました。でこれ、どういう年だったかって、まあ、かなりラッキーだったと思うんですけども実はあのこの年っていうのはです、ねまあ、その翌年に Windows95 が出てで初めてインターネットが日本で商用化されてインターネットでビジネスをするってことが始まりました。ってことは逆に言うとこの年より前は日本でインターネットのビジネスなかったっていう、まあ、今から考えればとんでもない時代だったんですけどもたまたま私そこで大学,に出会ってあ大学に入ってからインターネットに出会って。 でインターネットでビジネスをしたいもともと企業家志望だったのでやることにしましたで、まあ、そこから自分でホームページ作る仕事を始めたら結構軌道に乗りましてですねボロいながらも、えー、オフィスを構えてでそこからでも3年ぐらいすると、えー、渋谷でビットバレーっていうのが起きてですねインターネットのブームが起きましたなのでみんながインターネットベンチャーに向かってそれでもう夜な夜なパーティーを開いたりとかすごい華やかな時代があったんですけども、えー、ところがそんなにそれは長く続かなくて えーまあ、私も大きなオフィスを構えていろいろ、これちなみに私なんですけど、あのちょっと今より20キロぐらいあの体重があるんですが、えーとまあえーと、そういう時代を謳歌しつつ、えー、ところがですね、えーと、一番左から2番目の人がヤフーの副社長をやってる川辺さんで、あと堀江さんがいたりとか、まあ、こういう時代もありました、だから一応、ベンチャーが楽しい、面白い、盛り上がってる時代は一度、10年以上前に経験をしてます、ところがですね、まあ、タイトルがひどい、これ、最近出た本なんですけども、 私は別に社内に寝泊まりはしてませんがあの倉庫の写真借金も背負ってませんけども、まあ、結構みんな苦労しましたなので2000年頃にバブルで盛り上がってネットベンチャーすごい面白いって言ってわーってなったんだけど結局アメリカでバブルが崩壊した後やっぱり日本もだめじゃんとで私も結局2002年の末の段階で自分がやってたベンチャーを続けることを断念をして一度今失敗したというふうに、まあ、はっきり申し上げておきますけどもそこからですね えっと、ソニーに入ることになりました、まあ、ここでグローバルな企業がどういうものか大きな企業がどういうものかってことを自分でまあ学ぶことができたわけですけれどもで、まあ、この会社でもいろいろ頑張ってインターネットのビジネス立ち上げる仕事をベンチャーで生かしてあのベンチャーの経験を生かしてやることができましたで、まあ、あの会長と一緒に自分のプロジェクトの発表会を開いたりとか、まあ、結構あの頑張ってあの仕事をした結果ですねえっとあるちょっとこれだけ見ても分からないとこみそなんですけどある えー、アメリカのベンチャーから誘いを受けて、えー、日本の、えっと、ヘッドをやらないかということで今、もうちょっと名前言っても分かんないかもしれませんが当時で一番有名だった企業から声をかけてもらってヘッドハントをかかったんですけどその時にですね、えっと、さっき言ったその会長の方からですねお前そこに行くんだったらお前せっかくいろんなビジネスもやってるわけだしチャンスをやるとで何のチャンスをもらったかっていうとサンフランシスコに行けとでここで実はアメリカに赴任をしました。 でところがまあここに行ってからいろいろ英語がうまくできないとかいろんな苦労をしたんですけどもただこの時の経験がこれから今日話をすることに役立ってくるということになりますさてちょっとここからあの話を変えましてですねえっと2050年話をしたいと思います今から40年ぐらい先の話なんですけどまあどうせ生きてないからいいやといやそんなにまあ若くないからいいやと思ってるかもしれませんが実はこれはすごく大事な話です何かっていうと まあ人口が減ろうが増えようがそんなに自分の生活には関係ないと思うかもしれませんけど実は経済に大きく影響します、まあ、例えばすごいシンプルな話していくとですね2010年、まあ、今大体こんな感じですよねあのちょっと子供が少ないなと思いつつも、まあ、でもやっぱり青いところ青いところっていうのはこれ働いてる人の,あの、まあ、いわゆる人口分布なんですけども、まあ、それなりにボリュームがあってまあまあ繁栄を築いているような、まあ、社会ですねということが言えるわけですけどもこれがですね 2020年はちょっと上に上がります。わかりますかねちょっと上に上がります。で、というか上に上がるってことは、要するに高齢化してて、若い人が減ってるってことですよね。で、20、えー、これがですね、30年になってくると、もっと上に上がります。で、下はどん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 細くなったままですね。つまり、若い人が増えない、子供が増えないで、どん,どん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 みんなが上に上がっていく。2050年、なんかちょっとさっきと形が違うよねと、ちょっと重ねてみるとわかりますけど、要は、この40年近くの間にですね、 日本で一番お金を稼いで働ける人の数っていうのはこんだけごっそり減るわけです。でこれがどのぐらいすごいことかっていうのを世界的に見ていくともっとクリアに分かりますけども実はですねこれ見ていただくと分かりますけども、えー、2050年時点で一番、えー、人口が減ってる国はどこかっていうのを、まあ、これ全部の国じゃないですけども見ていくと日本は最下位ですこの、えー、統計で見ると。 ルルクセンブルグとか、まあ、アイルランドとかオーストラリアアメリカは常にこう人口が増え続けている中で日本というのは実は人口がどんどん減っているということになるんですね。でこれが何に影響してくるかっていうと今ちょっと減った話をしましたけど、えー、これがですね2011年から2050年にかけて GDP 国民総生産がどれだけ増えたかっていう伸び率を示している順位なんですけど。 日本は下から2番目ぐらいですね、ドイツの次ぐらい、つまり日本はそれだけ伸びてないと、つまりこれから2010年、2050年、日本は伸びられませんっていうことを言ってるわけです。それがランキングで見ていくと、えー、実際にはですね今、日本ってアメリカ、中国について第3位の GDP を誇ってると言われていますが、インドとブラジルに抜かれちゃいます。つまり、彼らの今、インドとかブラジルって我々のれから見るは遠くの国で、まあ、経済的にはこっちの方が先行ってるし、まあ、抜かれることはないだろうと思ってたんですけども、実は経済規模で抜かれます。 まあ、もちろん人口が多いというのもあるんですけども、つまり彼らの方がうが、えーまあ、国際競争力の高い国になっていくということが言えるわけです。でなので、こういう形で見ていくと、日本だけじゃもちろんなくて、UK とイギリスとかです、ね、ドイツとか、どん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 ,どんその今で言う先進国と言われている国が順位を落としていくわけです。でこれはさっき言ったように、労働人口が減ってるからなんですね。ここでちょっと問題を整理します。人口が減ります。でどん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 年を取っていって、平均年齢が上がっていく。 これはしょうがないことではあるんですけども、実際にこれが起きてくると、労働人口が減ります。労働人口が減るっていうことは、お金を使う金額は国内で減るわけですよね。働く人も少ないということは、経済的な価値を生み出せなくなってくるっていうことになります。っていうことは、いわゆる内需と言われている国内市場が縮小していく、つまり、これまでは会社を作って大きくしていきたいとか、それからどんどんこうまあお金を稼ぎたいとか。 豊かになりたいって言ったら、まあ、日本の国の中でやればよかったんですねそれがどんどんなくなっていくそうすると日本の中では頼って日本の中だけではやっていけなくなってしまうとつまり、えー、経済の成長が鈍って縮小していくじゃあどうしましょうかともう実はすでにこういうことに直面している国はたくさんあります例えば、えっと、成長が鈍って縮小しただけじゃなくてもともと経済がもう大きくない国っていうのがいっぱいあって例えば東南アジアであれば香港とか台湾とかシンガポールとか もともとの国が小さくて、その中では食べられない、その中だけでは成長できない人、どうしたかっていうと、みんなどんどん英語を学んで、どんどん他の国に出ていって、他の国で成功を収めようということで、もうこの過去30年とか40年とかやってきてるわけですね。ところが、われわれ今、あの私が勤めている会社の今、会社の雇用が英語になりましたけれども、どうやったら世界に出ていけるかとてこれから考えなきゃいけないっていうところでいうと、非常にこれは危機的な状況じゃないかというふうに思うわけです。じゃあ、何ができるかっていうと、ですね2つしかないです。1つは、えーっと まあ、人が足りないなら入れましょうと増やしましょうとでやれることといったら日本語が話せないかもしれない、えー、海外の移民の方を日本に受け入れて同じ社会の中で一緒にやっていきましょうと、まあ、すでにこれいくつか起きてることなんですけどもただ、えっと、た例えばその学校のクラスの半分以上が日本人じゃない人がいるとかっていうのは。 いいか悪いかって議論じゃなくって、多分皆さん、想像がなかなかしにくい状況、つまりそれだけ皆さん、受け入れる体制が整っていない、それはマインドセット的にも社会的にも整っていない状況の中で、これはどうなんだろうか。ただ、私、これ専門じゃないので、ここは置いておきますけれども、一つ私が提案したいのは、えー、次ですね。 海外というのはビジネスを拡大するつまり日本の中でダメなら海外に行って別に世界の人が全員減ってるわけじゃないので海外にはもっとチャンスがあるつまり海外のチャンスに目を向けてそこでやっていくただそれもこれまで日本がやってきたものづくりとか食とか流通とかそれはもうやってる人たくさんいるので私が別にやらなくてもいいつまり既存産業ではなくて成長産業で新しい未来を築いていけないだろうかということを考えるわけですということはまあ分かりやすく言えばいわゆるネットベンチャーとかベンチャー企業の 海外展開を加速していくと、日本の将来はここから新しく開けていくんじゃないかということです。なんでじゃあこういうものの意味が,意味があるのか意義があるのかということを話をするとですね、まず、今 IT 産業、例えば今から10年前、Facebook なかったですけど、今、Facebook ってものすごい大きな会社になってますと。今、Facebook ぐらいの規模の会社で、5年前なかった会社っていうと、例えば Facebook とか、あとそれから Twitter とか、 皆さんが普段使っている、まあ、IT 系のサービスやツールもちろんハイスタリーがあるのでフェイスブックも5年後10年後なくなっているかもしれませんけどもただそういう会社はこれからも出ていくる出てくるっていうことはそれを作る側育てる側に回ることができるってことですよねでもちろん日本でもそういうものが出てくる可能性はありますけどもやっぱり言語の壁があるのでえ最初にやはりアメリカシリコンバレーで始まったものっていうのはそれからどんどん世界に広がっていくということを考えれば海外に出ていって まあ第二のフェイスブックやツイッターみたいなものを自分でも作れる可能性を追いかけていく、これは非常に大きいと思います。それからですね、海外で稼ぐものは日本に関係ないと思ってるかもしれませんけど、例えばフィリピンとかでいうと、GDP の10%、10%はですね、海外で稼いで出稼ぎのお金を国内に送金しているものなんですね。まあ別に皆さん出稼ぎ行きましょうって話を僕はしてるわけじゃないんですけども、ただ、海外で稼いで成長する企業が日本に本社を置くということは、 当然そこでも税金を納めますし、それからそこでも雇用が生まれます。それからそういう会社があるということは、日本の人たちを海外にどんどん送っていくこともできるわけですよね。なので、日本の会社が海外に出ていくと、経済圏が拡大します。人の動きもできるし、お金の動きもできるし、それから物やカルチャーもどんどん動いていくわけですよね。日本初のカルチャーが海外でも出ていく。そういう可能性はこれからも出ていくわけです。だから、これで縮小して国内市場を、まあ、カバーしていけるんじゃないかと。 あと、それからもう1個大事なこと、ちょうどあしたですかね、の次のオリンピックどこでやるのかっていうの決まると思うんですけども、皆さん、どこでオリンピック開催されても、日本の選手が海外で活躍してると嬉しくなりますよね、なでしこジャパンもそうですけど、例えばプロ野球選手、サッカー選手、海外で活躍してると、大きな大きなその人口の中での本当に一握りであるにしても、やっぱり世界で戦う日本人、世界で活躍する日本人は僕ら見たいと思うわけですよね。つまりそれは日本人を元気にするとつまり 日本のベンチャーが海外に出ていくということは単なる経済的なものだけではなくて僕ら国際競争力的にも頑張れるとこれから日本人もっともっと頑張って世界でやっていけるという自信にもつながるわけですよね日本ってどんどんなんかこうね面白くない問題がいっぱい起きて経済も縮小してアメリカに負けてどのこのみたいなそういうネガティブなことを考える前にやっぱり新しい力を海外でもっともっと作っていくということが大事なんじゃないかと思いますじゃあ何なのかって話なんですけどえっと実はですね こういうことを思ったのは実はきっかけがあります。えっと、これ見ていただくと、これ、アメリカのシリコンバレーで活躍する、えー、IT 企業家がもともと移民だった場合、どこから来たかっていうグラフなんですけど、1番インド、日本2位チャイナ、3番イギリス、4番カナダ、日本はどこにも入ってないです。つまり日本から行って活躍してる人は、まあ、ほとんどいなかったわけですね。ところが2009年、今から4年ほど前に、ある若者と会いました。彼は日本人で、日本で生まれた留学,生なんあの学生なんですけども、アメリカに留学してきていて、 実はあの僕はベンチャーを作りたいという,いうわけですね。なので、僕はこの時はあはソニーに勤めている時だったんですけど、そうかと。僕の過去の経験、つまりアメリカと日本、ベンチャーと大企業、両方知ってるこの経験を生かせば彼を支援してあげられるかもしれないということで、彼のボランティア支援を始めました。そうすると、えっとまあえー、会社の合間でやるので、こういうカフェとかであのお話をしながら、彼の夢を聞いて、それに対して具体的に実現方法を教えるわけです。こ、まあ、こういういとを繰り返しながら やっていくとですね実は彼は、えー、と鈴木君っていうんですけども、えー、とアメリカの、えー、とテッククランチっていうメディアが主催するイベントでっ、えー、と賞を取ったりとか、ですね実際にイベントでアメリカにやってきて、この左の写真、あのアメリカの人を相手にプレゼンをやったりとか、ですねどんどん海外に目を向けるようになったとで。彼が実は活躍するようになってから何が起きたかっていうと、いろんな若者たちが2011年、海外を目指そうで、シリコンバレー行きたいと、Facebook みたいになりたいっていう人が増えてきて、どんどん海外を目指すようになりました。で 私もですね、あの社員ながら、えっと、ボランティアとしてあの、いろんな人に対していろんなアドバイスをあのボランティアでやってきた結果、まあ、メディアも取り上げられるようになって、まあ、いろんな方々に混じってあの、まあ、紹介いただいたりする機会ももらいました。で、その翌年私は今の楽天という会社に入ったんですけれども、楽天というのは、日本初のベンチャーですけど、海外に出て行って、えー、海外の売り上げを70%にしていくという目標を持っています。で 会社の中の言葉もあの公用語を日本語、英語に変えてやっていくと。まあ、ちょっとこれ公表してない数字ですけど、今新しく我々が楽天として雇っているエンジニアの半分以上、かもっとですね、ちょっと言えないんですけど、は、えー、と海外、ノンジャパニーズ、日本人じゃない人を雇ってます。ってことはそれだけ能力の高い人がどんどん来てます。なので、さっき言った移民を受け,移民を受けれるという方向に近いところもやってますし、一方で我々の仲間もどん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 ,どん海外に広がっていって、新しいビジネスを作っている。なので私は、 まあソニーでややることとをやったとで楽天が今度日本初のイン,インターネットベンチャーとして初めてグローバル化していく会社になれるというところを信じて今この会社で働いていますで、まあ、例えばこれは去年ですけどもいろんな方と一緒に日本から若者が海外に出ていくためのイベントがあってですねこれはジャパンナイトっていうんですけどサンフランシスコで行われるさっきのベンチャーの プレゼンテーションのイベントに日本で予選を開いていい人を連れて行こうってことでもかなり続いてるんですけどまあこれのサポートさせていただいたりして実際、現地に行くとですねここにも予せが映ってますけど現地のクラブま,あまさにこういうような場所を借り切ってでそこで日本人が英語でプレゼンをしますでそれを見てアメリカの投資家とかがぜひ投資をしたいとあの支援したいってことを言ってくれて彼らはアメリカで仕事をこう作ることができるわけですね。本当にそうなんそんななことでででききのって話すすけどできます えっと、これはあのエニーパークっていう、えっとまあ、彼ら実は面白くて、えー、彼らに初めて僕はサンフラーになって,て彼らは家を持ってなくてですね車でね寝泊まりしながらこれから次を考えますっていう青空企業といえば聞こえはいいって言ったんですけどまあ単なるホームレスですよねまあ彼らはそれでやってきて今どうなってるかっていうと日米の起業家から投資を受けてで Y コンビネーターって有名なですねベンチャーを育てるための、えっと、企業プログラムに合格して。 で今、サンフランシスコの真ん中にオフィスを構えて、どん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 拡大をしていってます。それからもう一つあって、えっと、これはウィールっていうあの電動車椅子を作ってるメンバーなんですけど、これはさっきの,あのジャパンナイトっていうイベントから出てきたんですが、彼らも500スタートアップスっていうあのシリコンバレーの投資家からあの投資を受けてで、最初にアメリカ市場からこれを売っていきたいと。 アメリカのお客さんをどんどんハッピーにしていって、どんどんビジネスを広げていきたいということで、一応オールジャパンチームなんですけど、日本のメーカー出身の技術者とかが集まって、こういうものを海外で売ろうとしています。それから、これは混合チームですね。これも同じく500スタートアップに入っているえっとハピルスという会社なんですけど、これはビッグデータの解析の会社で、これも日米の投資家からお金を向けて、確か彼らは10億近く調達したと思うんですけど、こういうふうになってきていると。 いきなりその日本からアメリカに行くなんていうのはバカこけとそんなことできるわけないじゃないって思うかもしれませんけど実はやり方はあるんですもちろんビザが大変言葉が大変資金到達が大変それからアメリカのカルチャー日本のカルチャー違うだけど誰かがこれをやらないと先はないわけです話を戻りますけどさっき言ったようにあの日本はどん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 縮小していって経済的には先行きはどんどん暗くなってるでも若者の力でこれから新しい未来を作ることができると僕は思います 彼らは日本人による経営チームで海外からお金を海外の投資家からお金を調達してしかも日本人に頼らない日本食のお店を海外で開いたら確かに日本人来てくれますけどそういうのじゃなくって最初からもう世界を相手にしていくこれが成長の秘訣だと思います今も思い出すんですけども私が起業してすぐの頃にですねある大学のたまたま同じ学外学のえっと同級生の彼がまだそのベンチャー企業が少ない頃に起業してましたと お互い起業家同士こんな人同じ大学にいたんだね、嬉しいねなんて言ってて、実はしばらくしてから彼がですねえっと交通事故で亡くなったことを知ります。彼は僕に初めて会った時に、僕は名刺を切らしていて、他の人にあげなきゃいけないってことで、名刺をいいから、俺にはくれなくていいから他の人にあげなよって言って、実はでもそれで僕はお葬式の連絡を受けることができなかったんですけど、でもその後彼のところから、ですね1冊のノートが出てきて、彼がいろんなことをそこに書きつけてたんですね、自分の人生の,その教訓になるべきこと。 その中にあった言葉の一つを最後にご紹介して終わりにしたいと思います。えー、希望とはもともとあるものとも言えぬし、ないとも言えない。それは地上の道のようなものである。もともと地上に道はない。歩く人が多くなれば、それが道になるのだ。つまり、こうやって一つ一つ、小さなことかもしれませんけども、新しい希望に向かって進む人を増やしていくことができれば、そこはいずれ大きな道になって、大きな人た多くの人たちが歩くようになっていくと。 なので僕はこれを信じてこれからも頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。